どうも、サリーコーチの平野さんです。そして、浪人するやつ、大体もし飛びがち。旅館坊さくらの土屋でございます。癖があるやつ、勉強してきたぞ。よろしくお願いします。はい、ちょっと二人で今日動画撮りたいんですけど、動画のテーマはこちら。限界浪人生あるある3選について、ちょっとこの後ね、土屋さんのプロフィールもお話ししていくんですけど、ちょっと今回、限界浪人生ということで、まあ、どういうところがあるのか話してもらおうと思いますんで、ぜひ動画の最後までご視聴ください。それでは、最後。ってことでちょっと誰ですかあそこから癖がある人が登場しましたが、はい、僕がね前マミオダ先生と撮ったタクロー VS 仮面浪人 VS 予備校浪人どれがいいのっていうところで取り扱った人なんですよ。彼は全部経験してるっていう人なんで、ちょっとじゃあ自己紹介よろしくお願いします。コンプリートさせていただきました八谷と申します。私神奈川県の明光学園というところの出身なんですけども、うん、高3でまず受験に失敗しまして、そこでまあ普通にストレートに浪人したんですけども、ストレートの浪人ってなんで高3の夏ぐらいからちょっと浪人は決まっていたのでほぼ、はい、一浪で終わればよかったところが続いたところで、二浪目までは河合塾の科学の方に通ってました。二浪でまあ慶応大学の方に受かったんですけども、うん、二浪で終わっていいものかと思って、うん、もう一回頑張りましょうということで仮面浪人はあ、この時点でもう予備校浪人と仮面浪人してるわけだね。もしにしました。で、仮面を始めていて、うん、夏まではまあ、その学校と両立しながら仮面を教えたんですけども、はい、勉強に集中したいなと思って、まあ、9月頃から、ほぼまあ大学に行かずに、うん、まあ、実質ほぼピクローみたいな状態ですね。だから仮面浪人でいう、その大学の友達と会えるから楽しいっていうのを、僕はもう捨てて、うん、苦しい方に行って、で、これが、終わったら報われるぞという気持ちで頑張ったんですけども、うん、3月10日にまず大学の方から、うん、留年発表が来ました。で、3月11日に東京大学からの不合格発表が来ました、ね。辛い留年プラス、はい、もう不合格ってことが重なったと。ね、決まりました。で3月10日の時点でちょっと留年を行ってたんですけども、うん、2日連続で最悪の。あれ、東大合格発表は3月10日だよ。あ、じゃあ逆ですね。あ、じゃあ10日に東大不合格が来て、11日に KO 留年。留年が来ました。土屋くんは大学何年生で何僕は伊沢さんの3歳下で24歳の代、はい、ストレートに行ってたら大学院2年生の代なんですね。大学院2年生か社会人2年目の代になります、はい、で今何年生なんですか。今2年生をやらせていただいて、ってことは留年もう一回してんの。休憩3年になりますなんでなんでなんで。いや、なんか自分でも分かんないんですけど、まあ、その仮面で留年はまあ仕方ない。しょうがないね、これはしょうがない。仮面終わって大学1年生もう一回やるってなった時に、うん、これ俺の大学1年目だなっていう気持ちになりました、はあ、で大学ってちょっと楽しみたいなっていうことで1年間楽しみに楽しんだ結果、また3月11日にそういうこと。はい、留年発表されます。限界大学生。限界大学生。土屋くんと何本も今後動画撮れそうだな。経歴が意味わかんないんですけど、まあ、そんな、土屋くんでもなく、ちょっとここの経歴、また今後も動画ね、深掘りますんで、ですね。多分これね、ほんと30分くらい動画になっちゃうから、そんな、まあ、限界浪人生を経験した土屋くん、周りにね、こういう浪人をした人っています出身高校が、一応その伊沢さんと同じ神奈川御三家の、僕は成功で栄光って感じ。僕は栄光学園なんですけども、世間体というか、うん、やっぱそのストレートに一浪で受験は終えようっていう人が多かったんで、うん、だその同期では二浪がまず僕しか聞いたことない。二浪まではなかなかないよね。で、まあ河合塾も、まあ、一浪で行って、さすがに二浪の人いないだろう。と思ったんですけども、うん、はい、4月に河合の岡本教室行ったら、お前、お前まだいいんだみたいな。去年もいたんですよ。あ、そうですよ、そうですよ。のが、まあ、まあ、ポツポツ4、5人ぐらいいまして。でもまあ、その人たちも結局、二浪で終わったっていう話聞いたんで。まあ、基本はじゃあ二浪行ってますよ。二浪まで。マックス二浪ですね。なるほどね、はい。4回受験したっていう話は、はい、聞く限り、多分僕が最長。そっか、現役一浪二浪仮面。え、これ4回とも東大受験してる。4回とも、B1 分2分3分3。で、全部始まりました。止まらんね。止まらないです。もうちょっと一旦ここぐらいにしときましょう。はい、まあ、そんな土屋くん、浪人もしっかり経験したということで、まあ、限界浪人性ある。ちょっと僕にはわからない世界すぎて、浪人を何回も重ねちゃう。後にある限界のところであるあるの姿、どんな感じになるのかってところをちょっと話してもらいましょうか。限界浪人生は、はい、浪人のことギャンブルだと思ってて、浪人1年がベッドなんですよ。ギャンブルで言うとこのお金をベッドするものと一緒だと思ってて。いやいや。で、親が払ってる学費ベッドせんといて。あ、そのまあ学費っていうかその自分の1年をその大学受験というギャンブルにベッドしたんで。
多分なんですね。認識した。なんで、1ベッドで終えれたらいいんですよ。一浪で。1ベッドって言い方やめて。一浪で終われたらいいんですけど、それもギャンブルも一緒で、1万円かけて、負けたけど、まあしょうがないか。で、終われたらいいじゃないですか。1万、2万と行った時に、後に引けなくなるんですよ。僕が2ベッド目の時にそれに気づいて、これで終われないなっていう。1は大丈夫なんですけど、2行ったら、3、4、5って行くなって。気づいたんで、2で絶対やめようと思ったんです。でも、2ベッド目が終わった時に。2ベッド、つまり1浪が終わった時。あ、2浪目ですね。浪2がベッドなんです。あ、そっか。だからもう現役0ベッド。現役0ベッドです。失礼しました。そういうことか。そうなんです。難しいね。はい。そっか。なんで、2浪目が終わった時に、手元にはその、所持金ゼロじゃないですか。所持金、所持金はゼロでね。自分を振り返った時に、なんとか元を取りたい。いう気持ちで手を出した結果、あ、もう仮面浪人をして、で、その大学1年生の時も、もうこれがいわゆる3ベッド目。あ、そうですね。3ベッド目で、大学を解くと、心境を手放す。結果になるのが、まあその、限界浪人生の思考なんじゃないかと。それがじゃあ一つ目の限界浪人生あるある。まあ基本的には皆さん、もう一浪までって決めて、そんなね、1ベッドなんか考えない。浪人1年終了っていう感じの考えなんだけど、そっか、限界浪人生の場合は、別に終了とかじゃないのか。終わりが見えないゲームの始まりなので、だから皆さんも一浪で止めましょう。浪人してる人はね。じゃあそれが限界浪人性あるの一つ目。5月20日。神奈川県センター南に、北二高地センター南校がオープンすることが決まりました。他の校舎同様、オンラインで東大生総決戦と学習計画を立てて、校舎で学習徹底管理しますので、難関大学、難関高校合格を実現できるような校舎となってます。ぜひ、近い方は無料体験を受けてみてください。詳細は概要欄から。じゃあ、二つ目。まあ一応、多分、二浪の人も、大体予備校に通う人が多いんですけども、二浪の人って変なプライドがあるんですよ。だからさ、一浪目の時に、この授業を受けてるし、もうすでに1年間やりきったの。こいつの授業はいい、こいつの授業が悪いみたいなのを、二浪の分際に判断し始める。受ける側じゃなくて、ああ、そうです、そうです。評価する側に判断する側です。僕の教室に4人、4、5人いたって言ったじゃないですか。はい。デスゲームみたいな感じで、どん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 減ってくるんですよ。生徒が。4月ぐらいからいきなり消えるやつとか、5月ぐらいから消えるやつ。うん、で、最終的に2年になれなくなった状態に。一浪の人もさ、いらない授業は切っていくわけじゃん。切りますね。この一浪の人が切る速度と、二浪の人が切る速度って、これどっちが高い？あ、全然違います。浪人って面白いのが、その、1年、2年っていう感覚じゃないですよ。事情なんで、すべてのスピードが事情になります。なので、一浪の人は1の2乗で1なんですけど、はい、二浪すると4倍になります。他の人たちが4回目の授業で切るところ、もう1回目で切ってるそうです。そうですね。年が増えるのも、はい、4倍のスピードになるので、は二浪になってしまいます。限界浪人生だね。すごいね。覚えておいてください。これが浪人の常数あるあれなんで。まあ、それがじゃあ2つ目。2つ目。なんだっけ、まとめると。まとめると、結局まあ来なくなるって話なんですけど、来なくなる速度が、評価者側になると。限界ですね。じゃあ3つ目。3つ目ですか？ちょっとカメラの裏側に、なんか、横浜の田中くんもいるんで、ちょっとなんかあります。気になること。3年って結構膨大な時間を、どういうメンタルで。ああ、確かに。1年目と2年目って3年目の変化が。確かに。メンタル状況知りたい。確かに確かに。普通の人は、確かに現役の1年間、1浪目の2年間で、やりきって、もう頑張れないってなって、受験終えるじゃないですか。もう基本そうだよね。そうです、ね。もうこれ以上は無理ってなりますよね。はい、自分で、自分の、この限界を管理するのがうまいんですよね。頑張れ頑張れみたいな。あ、ここ一線超えたら、きついなってのを、もう分かっちゃってるんで。超えないようにセルフマネジメントするのだけはうまいです。あ、じゃつまり、1日15時間めちゃくちゃやれって言っても、はい、あ、これ15やったら、ちょっと本当に限界を迎えるなって言ったんで、10時間とか8時間とかに抑えるっていう。はい、あ、そうですね。で、なんかそれをコツコツやるのはうまいんですけど、はい、その限界を超えばしないんで、1年間終わった時に、いや、俺もっといけたなって。なるほどね。っていう思考になるのが、浪人を重ねる。あ、だから、限界浪人生がそのメンタルなんじゃなくて、そのメンタルの人が限界浪人生になるっていう逆のロジックです。あ、順番逆でしたね。つまり、そこまで頑張りきれない奴が限界浪人生になりがちってことです。でもさ、土屋くんは、この人、横浜校でさ、収容とか勤務してるでしょ。はいはいはい。コーチとしても生徒さ、10人ぐらい持ってるでしょ、はいはい、あと、公式野球、準公式野球部にも入ってるでしょ、はい、私、慶応の体育会の野球部に入ってる。そうだよね。超頑張る収録で活動でございます。なんでそんなやつが健康用にするの？多分向いてなかったんでしょうね、勉強。あ、なるほどね。はい。なんかその人に教えるとか、人のことを管理するのは上手いですよね。うん。自分のこととなるの、急に。だからね、その限界を超えて頑張ろうっていう、リミッターが、正常に楽しかった。あまりそんなに勉強を自分がやるのは向いていなかった。
この話は後々。後々ね、また取れるテーマ多いですね。二人コーチ公式 LINE 登録者限定で、Kindle で有料販売をしている、二人コーチ東大勉強大全を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、その他勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちも自信があるガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。じゃあ最後、こんな人は限界浪人生に向いてる。限界浪人生への道しるべを最後、提示してください。そうですね。これを持ってるやつは気をつけろっていう。まあ、逆にね、はい、気をつけろな。こんな人は限界浪人生になれって言っちゃったからな。うん。気をつけろですね。気をつけろですね。はい。要注意勧告なので、保存版としてお越しいただける。はい、3つぐらいの3ポイントぐらい。3ポイントでいきましょう。まずじゃあ自分の限界を超えようとしない人。でここ制御したい人は、絶対に。うん、気をつけた方がいい。はいはい。で、まあ、二つ目は、どうでもいいなって思っちゃって、授業とかやらなくていかなくなる。で、この決断を一回でもしちゃうと、気づき。まあ、参考書とかでも、まあ、この問題は一貫とか、まあ、妥協っていうところにつながるんじゃない？まあ、これは一貫って敬遠しちゃうとかね。そういうのは、限界浪人生、ちょっと気をしない。なんか逆に時間を作るためって言い聞かせてるけど、結局じゃあその時間何もやらないみたいな。じゃあ最後に何なら黄色信号2つあったんですけど、もう最後赤信号。今まで2つは多分勉強に関する話だったんですけど、はい、この3つ本当救いようがないんですけども、浪人を面白いエンタメだと思ってるやつ本当に気をつけてください。もうコンテンツだと思ってるんですよね。じゃあツイッターで、はい、出没する浪人界隈ってやつがあるんですけども、はい、そこに出始めたのがツイッターで、ね、います、浪人界隈で、なんかもうひたすらツイッターやっちゃうとか、はい、なんか浪人をネタにしてもみんな面白く、あ、そうです、おかしく、もう伝えようみたいななってる人は、赤信号ですね。本当、アウトです。よくあるのが、有名人とか芸能人の名前をもじって、浪人とかあるんですよ。おるわ。確かに。僕の時代にいるのが五郎丸とか。もうほんと、そういうのやり始めたら一発当たる。五郎丸。それだけはしない。要注意ということで、当てはまる人そんなにいないことを望みますが、低学年の人たちも、こうはなれだよっていう、注意勧告の動画でもありますね。反面教師として、はい。見ていただければと思いますので。はい、ということで、今回の動画は、限界浪人生あるある3点を、土屋さんにお話ししてもらいました。いや、ちょっと擦れますね、いろんなネタが。いや、ちょっと前々動画撮れますね、これ。いけますね。ぜひ、土屋さんにこういうこと聞いてみたいとかあったらね、今後動画撮っていきますんで、何かあったらぜひコメント寄せてください。この動画がいいと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今後も、いろんな動画出していきますんで、楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。